はい、こんにちは、ケバイト高尾です。野田です。よろしくお願いします。お願いします。春の、はい、最後の G1、宝塚記念。はい、13頭、まあ、うん、頭数は落ち着きましたけど、はい、中身は濃いんじゃないですか、メンバー的には。どうですか、うん、濃くない。乗馬はならね、オーディエンスの一強だと思うんだよ。なるほど。うん、でも、どうやら、両馬場は望めなそうな天気予報みたいですね、京都は。もう少しさ、アクションが小さくて、国の上下動が少ないとか、カンポが狭いとかならいいんだけど、ドーデスって結構首も使うし、カンポもでかいし、やっぱ瞬発力ものすごいある馬。ちょっとね、あんまり渋ると危ないよね。うん、その点でちょっといろいろ考えてみました。はい、やっぱり予想のファクターの一番重要 しなきゃいけないのは馬場状態ですかね。今回はそれだと思う。それですね。うん、はい、じゃあその馬場も踏まえて。はい。本命は、ルージュエヴァイユ。おお、黒馬厩舎。まあね、昔あの愛知杯で、はい、ね、惨敗してるけど、はい、あの頃とは馬が違う。ああ。うん。まあ、なんかエリザベス女王杯かな、はい、結構みんな真ん中から外に回す中、うん、結構ボコボコさ打ち突っ込んでも大丈夫だし、うんうん、エプソムカップもね、去年のね、はい、かなり速いペースずっと引っかかって、で、ババ悪いとか走って2着だったから、うん、結構この馬って昔よりパワーとかスタミナが相当ついてきた感じがする。なるほど。うん。で、大阪杯か。惜しかったね。はい。はい、あのね、これね、はっきりした数値じゃないんだけど、うん、ルージュエヴァイって引き算すると後半はね、56秒9なのよ、はい、1000メートル、はいはいはい。これね、俺の調査した限りよ、はい、東京と新潟以外では最速。これより速い数字出したの見たことない。直線がそんな長くないコースで、そうその後半にそこまで加速したってことですね。そう、2000メートルで、はい、56秒台はね、他のね、G1 とか見ても一頭もいないんだ。なるほど。ちゅうことは、それでも3着だから、うん、まあしょうがないんだけど、うん、ああ、やっぱこの馬相当ね、もう G1 手に届くところまで、うん、もうあと勝てるところまでは近づけてると思う。うん、で、双方もね、感じとしては道悪は全然 OK。はいはいはい、うん、自分の中では全然 OK だと思います。なるほど。はい。まあ、厩舎の感触は抜群でしたよ。今週も。この中間、放牧からほんと体ふっくらして帰ってきて、うん、すごい負荷かけられて中身の濃い調教できてるんですよ。ね、だから、もう馬が成長してるっていう野田さんのその、あれは間違いないです。はい、ありがとうございます。後押しまで。はい、そう、ほんと力つけたなっていうのを感じる。うん、ものすごく感じる。はい、その点でね、はい、ドーデュースに勝っても、道悪なのね。両、はい、馬場もちょっとだと思うけど、どね、もしかしたら、はい、一発あるんじゃないかなと思います。対抗はと言いながらブローザホンなんですけどね。なるほど。いや、この馬はだってちょっとでも渋ったら鬼よ。うん、そうですね、うん。うん。で、別に両馬場でも問題ないくらい力つけてるし、うん、はい、これもやっぱ伸びてきたっていう馬だよね。うん、ね、昔よりね。元から強かったんじゃなくて、はいはいはい、いやー、こういう馬は確かに一度軌道に乗ったらね、うん、期待できると思います。なるほど。はい。で、3番手はドーデュースだよ。ああ、なるほどね。いや、まあ、いや、そこまで、ね、フランスみたいなびちゃびちゃママとは違うからね。うん、いや、一強は一強ですよ、うん、実際、個人的にはね。なるほど。うん、はい。馬券はどうしますか、うん、やっぱり、妙味があるのは3連単だから、うん、ルージュエヴァで3連単買いたいと思います。両馬場だったらね、うん、ちょっと考え直すとかあるんだけど、うん、案外外枠はいいと思うんで、うん、馬場のいいとこ選んで走れる可能性があるんで、なるほど、あと勝ってほしいんで3連単で買います。はい、はい、最後にちょっと1個だけ、僕の本命ベラジオオペラはどう思いますか。評価が難しいよね。スプリングステークスの皐月賞でさ、はい、結果が違うからさ、はい、道悪うまいの下手なの、どっちだろう。普通こなすと思う。うん、ベラボーに上手くもないし、そう、ベラボーに下手でもないと思う。そう、皐月賞見たらさ、4コーナーでちょっ と体滑らしてたからさ、うんうん、ちょっと不安になってね。なるほどね。うん、まあ、そんなとこですかね。そんなとこだね。じゃあ、まあ、ほんと、両馬場で やらないことを前提の予想ですね、これはね。そうですね。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。